甲子園って聖地だと思うんですよ。高校生が野球やってたらもう全員がそこに行きたい。まあ本当にメジャーリーグで言ったらワールドシリーズみたいな場所なので、世の中で忘れられてるような純真さを皆さんが求めてるんじゃないかな。ぶつけ！ね！目的っていうのは野球と一緒に人間性を高めていく。おはようございます、ありがとうございます。おはようございます、ありがとうございます。うちの子たちね、一生かけてフォローはできるけれども、3年間しか入ってきた子たちには やってあげられない。本当に見たことがないの、子供の試合を。1番重成和也、チームが勝つために自分は何しなきゃいけないかということでしっかり考えたってこと。いいですか？はい。日本というのはこう切腹をしてお湯を守るとか、そういったことも昔は行われてきたチームだとか組織だとか仲間だとか大事にするお国柄だと思います。今までのやり方は絶対変わりませんし、働き方を見直す動きは今日本社会の課題となっています。ある程度したら針金外してあげなきゃいけないんだなって知ったのはここ最近。高校野球に古くていいものたくさんある。だけども新しくて変えていかなきゃいけないものは変えていかなきゃいけない。スコアボードは僕の通知表ですから、それがどういうふうになるか。